はい、皆さんこんにちは。プロレスリングウェーブ10月10日後楽園ホール大会の、記者会見をただいまより始めたいと思います。本日ミッコという人のことには全く触れないので、皆さんあまりこれでコメントを増やさないようにお願いいたします。それではですね、まず全カードの発表からいかせていただきます。10月10日、月曜祝日、会場が11時15分、開始が12時、東京後楽園ホール、オクトーバーショック、まず、デュエルショックウェーブ2016トーナメント決勝戦、時間無制限一本勝負、ダイナマイト関西山下里奈 VS、水波亮橋本千尋、はい、そしてレジーナでウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権30分一本勝負、チャンピオン山形優対、挑戦者小宮山香織、4度目のこれが防衛戦になります。はい、そして、バースウェーブ、ウェーブ初の男子部第1号の後藤圭介が、やっとこさデビューをします。15分一本勝負で、後藤圭介 VS 日高郁人、です。どこまでいったっけな。はい、あとはですね、ハッピーバースデーウェーブ32、あの人が32歳になりました。30分一本勝負、春日萌香木月葵組対、宮崎由紀木村京子、後ほど、いろんなことをお聞きしたいと思います。そして、アデヤカウェーブ20分一本勝負、大岡由美大畑美咲組対夏すみれ、長浜ひろえ、こちら夏すみれと夏すみれがデビュー3周年で、長浜ひろえがデビュー2周年の、記念試合とは歌わないんですけれども、の試合となります。はい、そして、トライアングルウェーブ30分一本勝負、浜田綾子飛鳥組対飯田美香小林加穂組対下野沢子フェアリー日本橋組対志田光藤ヶ崎矢子組、リング上での試合の権利のあるのは、8人出る中で2人だけです。ちょっと最近このルールでずっとやってきているので、これをちょっと浸透させていこうかなと思っていまして、これそして 4way のくせにトライアングルウェーブってなってるので、この会見中に皆さんなんかこうかっこいいウェーブ名とかがありましたら、ぜひ考えてコメントの方に書いてほしかった、書いてください。お願いします。そうか、32分一本勝負にした方が良かったのか。ハルヒさんの人は32分一本勝負にします。これ年々増やしましょう。なかなかいいことよね。じゃあハルヒさんから、ハルヒさんお願いします。はい、こちらどうぞ。はい、春日萌香です。今回バースデーウェーブを後、楽園でやっていただけるということで、まあ、プロレスラーとしてはお祝いとしてとても嬉しいことだと思っています。宮崎由紀選手、木村京子選手ともに思い入れがある選手、どちらもタッグを組んでその2人がね合わさって試合をしてくださるということで、まあ、こちらも木村京子選手は特に引退も決定しておりますから、これが最後なのかなと思って後悔のない試合をしたいと思います。皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。何か質問がある方はぜひコメント欄に書いてください。そうそう、質問ある方はぜひぜひ。そのためのニコプロ放送です。拾えますか。拾ってください。ですね、 DVD 出して、私は DVD は出しません。はい、春日さんってそんなお年になったの。そうですね、ラジオを聞いてる方はずっと私は23歳ということなので、23歳の魔法を自分にかけてね一生懸命やらないとさすがに、徹夜
して深夜朝6時まで喋るのはね気力がいりますからね。なので自分は23歳って思い込んで魔法をかけてます。リスナーの皆さんもその魔法に乗ってもらって、最近は、ラジオネーム何々500歳とか25と何歳とかね、そういう感じでやってる方もいますけどね。はい、まあ、あの昼春日なんで、昼の春日はまたリングの上でしか見られない春日萌香を見せられたらいいなと思ってますよ。さあどうですか、23歳だと思ってたのに。そうなんですよ、新曲出してください。うん、そうですね。はい、まあこの試合ですっきりと、はい、試合は試合でしっかり頑張って、そういうプロレス以外の活動も引き続き頑張っていきたいと思ってます。まあラジオリスナーさんだけではなく、プロレスファンの方にも、あ、春日の試合見てよかったなと思ってもらえるようになればいいなと思いますが、これで決めたいという決め技は、実は今練習している技があるのですが、まあ、それが完成したら、そちらの技を出したいなと思ってます。木村さんに対する思いを語ってください。そうですね、まあ、本当にデビューしてすぐからJWP さんで木村さんがリング作りを一番下から、下の立場で頑張ってらっしゃる時からすごくお世話になってて、でいろんな時にアドバイスをもらって、まあ去年の誕生日ウェーブ、バースデーウェーブでも、当たらせてもらって、その時は新しい春日萌香というのを、木村さんに、まあ、見つけてもらったというか出させてもらったというのがあるので、まあその時の思いを忘れずに、また春日萌香って殻にこもっちゃったね、なんか瞑想してるよねって言われないように、ちゃんとしたいなと思ってます。いかがでしょうか。はい、シュープロさん何かありませんか。ありますか。本日は珍しくシュープロさんが来ていただいております。ありがとうございます。宮崎さんの方に対する気持ちを聞かせてもらえますか。宮崎さんも、まあ、すごくなんというのかな、気にかけてくださってる先輩かなと思います。まあね、木村さんとのバースデーウェーブの後にシングルマッチをさせていただいたのがまた宮崎ゆき選手だったんですね、去年ね。でその時に木村さんとはまた違う形で違う角度の、まあ、春日萌香というのをまた宮崎さんにも引き出しを開けてもらったかなと思ってるんです。だから、まあ、その時のご恩を1年経ってお返しするということで、隣にはね木月葵という心強いパートナーもいますし、プロレスを長年見てる方でも、あ、この選手今こんな風になったんだなって、また違う楽しみがある試合ではないかなと思うので、はい、ぜひぜひご覧になってください。他に何かありますか？はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあお写真撮りましょう。はい。立ってもらっていいですか？あ、立ちますか？はい。はい、はい、はい、いきますよ。シュッ。はい、このポーズ皆さん分かりますか。はい、埼玉ポーズでした。はい、はい、ありがとうございます。はい、32歳ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続きましてレジーナですね、山形優と小宮山香里さん、どうぞ。第ウェーブ認定シングルチャンピオンレジーナの米山香里です。ってなるまであと6日です。私がねチャンピオンになったら、まず挨拶をご機嫌に変えていこうと思って、あのウェーブ、波、ハロー、注意報とかのハローでハローがすごくいいと思うんですけど、皆さんどうですか。あ、ハローってね言ってくれてる人いるね、ゆうちゃん。おー、
こうね、みんな私応援してくれてる。ハローハローハロー。私はこのテンションについていけません。あ、じゃあね、じゃあとりあえず質疑応答に入りたいと思います。何かありますか？ないみたいですよ。温度差。山形さん笑っちゃってる。私こういうちょっとこういうテンション苦手 なんですよ。山形さんへの愛を語って。あ、そうですね、私あの2月の新宿フェイス大会に急遽代打出場したんですよ。あ、それもまたあの、まあ、同期のレオンがインフルエンザで欠場ってなっちゃって、で6人タッグに入ったんですけど、そこであのゆうちゃんと久々に対戦して、うおー超久々、なんだこれ楽しいじゃん、またやりたい、ゆうちゃんベルト持ってんじゃん、それかけてやりたいって思ったのがきっかけなんですよ。あ、そこなんですか。そうそう、私はでも今までねあんまり接点がないというか、お互いあんまり興味がないというか。いや、それ失礼ですよ。いや、ゆうちゃんがなんか冷たいからさ、なんか近寄りがたい同期枠みたいな感じで。あ、まあ、他の質問も来てる。米山さ、秘策ありますか？それはね、本人を目の前にね言っちゃダメですよね。愛情の裏返しだよ。いや、愛情は全くないですから。やっぱりね、私も愛情感じるんですよ、ひしひしと。で、あの昔はそんなに対戦とかもなかったんですよ。でも私が引退する前ぐらいに、いや引退してませんよね。しなかったんだけど、引退するはずだって試合の前ぐらいに最後シングルをやったみたいで。みたいでって全然覚えてないじゃないですか。そのちょっとネットで検索したら出てきたみたいな感じで。でも私がすごい印象的なのは、引退撤回をして、まあ、その後会う人とかにいろいろご挨拶というかしたりしてて、まあ、ゆうちゃんにも会場でたまたま会った時に、まあ、ゆうちゃんは私は陰口とか言うのが嫌だからはっきり言うけど引退撤回は認めたくないよ、でもまあ決めたなら頑張れとは言ってないけど、まあ、自分が決めたならもうそうやるしかないよねっていうことを言われて、まあ、それ言われて当たり前だなって思ったのと同時に、もうあーチーリング上でゆうちゃんと交わることはきっとないんだなと思って。そんなに硬い人に見えます私？いや違うよ、なんかね、そのお互いの気持ちとか状況とかまあね、いろいろあったから、あ、もうないな、まあ当然だけど、まあ、ちょっと寂しいなと思ってて。でもね、そんな2人が後楽園ホールでタイトルマッチってね、なんかご機嫌だね。期待されない新人の部類に入ってましたからね。ねえ、私なんてさ、あのアルシオのオーディション落ちてるからね。あ、そうなんだ。そうなの。一番ですね。あ、ね、受験番号1番です。あ、本当ですか。山形は4番か5番ですね。あ、でも別のオーディション別だった気がする。レオンが一緒でした。 私北海道ですもん、うん、小宮山が1番でレオンが2番です。あ、へえ。そこが体力テスト一番良かった。そうなんですよ。で面接で落ちたんですよ。何をしたんですか。変な笑い方しました。いや、なんかそうなんですよ、個性を出せって通ってたジムの先生に言われたから。あ、米山選手ベルト取ったら腰に回りそうですか。あ、これ自分一番の、ね、細いんでね。今まで巻いてきた人で一番太かったの。そんなことだ、やめなさい、ここの場で言うのはやめなさい。あ、失礼でしょ、言っとくからね。あ、じゃあなんとかいけるかなんとかな。ゆうさんいつもより柔らかい顔してるって。あの、このテンションに山形さん嬉しそう。嬉しくない。ほらほらほら、誰か助けて。やこちゃんゆうちゃんに勝ってね。いや、ちょっとね似てるけどちょっと違うんだよね。あ、この日やこも参戦するので。やこはあの魚類系ブサイク、私は小動物系ブサイクみたいな。いや、ブサイクじゃない、ブサイクって言うなっていうね。でもヨネちゃん可愛くなりましたね。
やだ、やっぱり可愛いと思ってんじゃないですか。あ、ごめんね、ねえ、もっと発言しちゃった、ごめんごめん。やっぱ愛情、なんかこの辺に温かい愛情をひしひしと感じるんですよね。じゃあ、しぶろさん何かありますか。どうですか、こういうノリですけど、こう山形さんは当たったらガッチリ。あ、行きますね。まだ、まあ今日記者会見ですけども、今この時点でコスチュームに着替え、ガウン着て、あの入場曲が鳴った瞬間にはもう自分はあの試合モードに入りますから、今とは別の空気が後楽園ホールに流れるんじゃないですかね。どうですかね、やっぱ同期同士でこうタイトルマッチっていうとやっぱり、まあ、思うところとかあったりするんですか。今はこんな感じですけど、自分はですね、同期という人が近くにいなかった期間がすごく長かったですから、あんまり同期というその意識したことないんですよね。ただこう隣に並んだ時にちょっと照れくさいですよね。またまたね , 笑っちゃってニヤニヤしてね。ねえ、でもね、コスチューム着替えたら私はスイッチ入りますから、今のこの雰囲気は後楽園にはなりません、はい、ね。あと米山さんはこう最高峰のシングルに挑戦で結構久々のような気がする、はい、あ、そうですね。でもまあ今年ガトームーブでベルト巻いてたんですけど、あ、まあ知らないってことはね知られてないってことですよね。すいません。はい、知られてないのはないのと同じです。一緒ですね、はい、はい、あ、巻いてたことあるんだ。ある。知られてないのと一緒ですね。知られてないのと一緒ですね。じゃあ私の力不足ですね、それは。認めましたね。だからウェブのこれは渡しませんから。いや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 。みんなハローって言いたいよ。私は本当何度もここ何回か対戦してるじゃないですか。もういい加減終わりたいんですよ。もうこれで私は。え、何そのなんか。別れ話の切り出し方みたいな。ですね。え、何？こんなに血は喧嘩的な。付き合ってもないのになんか別れ話を切り出されたみたいなさ、なんか好きでもない相手に振られたみたいな。でもまあ好きだけど。あのこれは10月10日の後楽園のこのベルトをかけての試合なんです。そういうねことを話す。場じゃないですよ。ちょっとなんかみんなないんですか質問、面白いやつ。お、これハローって言いたい。いや、私は言いたくない。まあ、プロデューサー的には、これが初段落したらちょっと当分小宮山さんの出演はもうやめてくださいね、本当に。ちょっと待ってください、これ一段落したらってなんか防衛する前提みたいな。あれやめてください。自分がベルトを取ったらまた次も出してください。ベルトを取ればあのもちろん嬉しいなので、まあね、ベルトを取るつもりで自分はその日の夜に祝勝会イベントをもう予定してるんですよ。あの飯田橋の元気みさえさんのお店でもう祝勝会イベントやる。負けた時はどうするのそれ。いや、負けないです。え、もう取っちゃったの。取る。あ、でももし、もし万が一 1% の確率で負けたら、まあ残念会として開催しますけど、ないないない、祝勝会。どう思います社長。ほら、え、何言っちゃってるの、ガミさん。ヤコちゃん泣いちゃいって。え、だちょっと違うんだって。ちょっと違う。なんかね、やっぱり引退を撤回してからものすごく前向きに生きてるんですよ、この人。いや、でもその覚悟は分かりますよね。はい、まあ散々痛い思いしたんですよね。でもやってしまってもしょうがないじゃないですか。まあそれがあったからこうやってほら嬉しいんじゃん。それがあったからこうやってヨネちゃんとベルトをかけて戦えるの私は嬉しいよみたいな、そういうことでしょ。違います。いや、そうだよね。もう打ち切っていいですかこれ。バサって。ほら、ユウさんかわいいって。うちと一緒にいるとね、ゆうちゃんの魅力が 120% 発揮されるんだよ、きっと。一応言っときます。これ、デュアルショックの決勝とダブル一緒にダブルメインイベントです。いいですね。はい。はい。山形さん、はっきり言っちゃいなよ。うるさいわ。ゆうさん、かわいい。
もうねもういいよ、はい、いいよ、いつでもいいよ。10分経ったんでもういいですね。もう終わりですか、はい、もっと言っちゃって喋りたかった、はい、ザブンのねLINE ができたんですよ、はい、私それに登録しようと思って、でそれを機にゆうちゃんとも LINE 交換したいなと思って。嫌です、これ以上増やしたくないです。なんでちょっとなんかスタンプとか送らせてよ。嫌だよ、お疲れとか。ねえ、ツイッターはフォローしたの？フォローしてくれたんですよ、ゆうちゃんが。バレたんです、ゆうちゃんが。ねえねえ、やっぱり皆さんがバラしたんです、ね、そのね愛情をねベルトダッシュという形に変えて、コラーゲンホールは私がハローで締めたいと思います。はい、では、記念撮影お願いします、はい、じゃあね、ベルトを見て。いや、これは触らせません。触んないよ、それぐらい分かってるよ。ほら笑ってる笑ってる、もうありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ次は水波さんと山下さんお願いします。はい、じゃあ先に山下の方から。はい、何が自己紹介、意気込み、意気込み、はい、ですね、関西さんと組むの何、あれ何回目、意気込み、意気込み、あ、そうですね、無事に決勝進出まで行ったので、そうですね、一緒に組んでるからには結果を残したいと思っております。あとやっぱり成長しているところを一番近くに見てほしいなと。はい、以上です。いいです、はい、じゃあ兄貴お願いします。はい、ニコプロをご覧の皆様こんにちは。プロレスリングウェーブかっこいい方担当水波亮です。秋のタッグトーナメント10月10日で決勝ですね。今年になってすごい運命を感じる試合が多いです。まずは、橋本のとのタッグ、今戦場にいる橋本と、5年前戦場所属だった、自分水波がですね、こうやってタッグのチームを組んでウェーブのタッグトーナメントに出てるっていうことにまずとても運命を感じておりますし、それが、決勝まで進む出る結果がね今出てるんで、そういったこともとても運命だと思っております。そして対戦相手に、ダイナマイト関西選手、今年引退されますが、実はですね、その昔ガイアジャパンというところに、水波が所属しておりまして、その時にですね、道場で練習を教えていただいたこともありました。そして、ガイア最後の試合を、関西選手に、務めていただいたこともありました。まあその試合なんてゴングが鳴った瞬間に自分がドロップキック行ったんですけど、関西さんのとこまで届かなくて目の前で落ちるっていうね、そういう試合を第一試合から解散興行なのに第一試合がそれで始まるっていうね、なんとも忘れられない試合をですねやっていただいたんですけど、そんな関西選手に対してもとても運命を感じております。まあ運命ばっかりですけども、自分も橋本もですね優勝するっていうことに関してすごく意気込んでおりますし、毎回毎回会うたびにですね、タッグとしてのチームというものも、すごいいい感じになってるなと実感しております。例えるなら、噛めば噛むほど味が出るスルメというところでしょうか。はい、そんなね、そんな感じで、
タクのトーナメントはですね、もう本当に優勝する気で私たちは行くのでですね、そんな熱い戦いになると思います。ぜひぜひ後楽園に来てもらいたいです。以上。じゃあ先に聞いていいですか、私から。はい、優勝したら山下関西チームは、ベルトに挑戦できると思います。水波橋本チームは、はい、できません。どうしましょう。優勝したらですか。はい、あでも何かしらやりたいですね。まずは優勝した瞬間にリング上で胴上げをして、でどうしようかな。普通 何があるんですかね、タック優勝したら。普通は例年でいくとタックはベルトに挑戦、はい、もしくはチャンピオンが優勝したら指名するとか。ああ、したらまあ自分は挑戦できないですけど、大畑と相談して橋本と誰かで挑戦してもらいたいですね。あ、なるほど。逆になるほど、自分の持ってる、はい、じゃあ水波大畑組対、はい、橋本誰か組、誰かで、こっちがいい、ね、あの指名した相手で。わかりました、はい、それいきましょう。はい、じゃあ山下チームは優勝したら、はい、それはもうタッグチャンピオンのアビリバーに挑戦させてもらえるんですよね。どうもそれは別に、はい、優勝したら何とでも言ってください。はい、なんかもう優勝することしか考えてなかったので、その先が、はい、あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、一つのことだけを考えてください。はい、はい、じゃあシュープロさん何かありますか。はい、そうですね、山下さんは、はい、どっちを狙っていきますか。こう上の選手と下の選手が、橋本選手も強敵ですし、水上選手も強敵なんですけど、はい、なんかどちらに狙いとかってありますか。初めて対戦する橋本選手がすごく気になっておりまして、やっぱりすごい熱いこうぶつかり合いをしたいなと。あっ、あっちか。ぶつかり合いをした上で、どっちから勝ちたい。でもやるからには先輩の水波さんに勝ちたい。うん、試合に向けて新しくまた関西さんとなんか秘策とか、秘策というか、なんか何を、はい、なんかやりたいこととかあったりとかします。やりたいこと、そうですね、関西さんとスプラッシュマウンテン、関西さん得意技のスプラッシュマウンテンの技をまだその関西さんが自分は譲り受けるとか、そういう話が全くまだアクションが起こせてないので、やっぱりそうですね、なんか起こしたいなと、そんなものは勝手にやってしまえばいいんです。いや、いやいやいや、勝手にやってしまえばいいんです。南さんはドロップキックを手前で止めないの。お願いしますね。落ちないように。落ちないようにしてくださいね。それはちょっと見てみたいですけど。やめてください。はい。何か質問来てますか。はい。取ってください。何ですかね。リレー校はでも。リレー子は出ますか。リレー子って誰ですか。知らん。これはダメですね。優勝しよう。じゃあ私が入りましょう。はい、失礼します。見えますか。見えません。熱い戦いになりそうな。質問じゃないんだけど、
お互い熱い戦いなさそう。これか。あ、お互いにお互いの評価をしてみてください。どうぞ。じゃあ山下から、あ、はい、水波からでしょう。まあ上り調子、まあそうですね、あの自分山下とまあ他団体出ることも何回かあるんですけども、まあ、すごいやっぱ他団体出た時のお客さんの山下に対する感じとかは、あ、これはを見て、あ、これはすごい今来てるんだなと思うんですが、まあ、さっきのコメントを聞いてて、まあ、誰に勝ちたいですか、誰に狙いたいですか、それを、自信なさげに水波さんって言ってる時点で自分には勝てないと思うので、まずはそういうところからもうちょっと直した方がいいんじゃないかなって思ってますけど、はい、はい、評価じゃなくてダメ出しでした、ね、ダメ出しでしたね、はい、山下さんどうぞ、はい、ダメ出しをされてしまいました。相手の評価ですか、相手の評価、その評価、そうですね、相手の評価、はい、もう結構です、はい、もう大丈夫です、もう大丈夫です、はい、いや、本当にすいません、はい、そうですね、もう少しボキャブラリーをたくさん持ちましょう、はい、お昼何を食べましたか。まだ食べてません。お昼は何を食べました。大丈夫、バナナ食べました。ああ、お似合いです。まだ食べました。私は昨日仕込んだ豚汁食べてきました。ああ、美味しそう。はい、一晩寝かしたら美味しいです。美味しかったです。すみません。はい。はい。じゃあこんな感じですかね。じゃあ写真を撮りましょう。はい。会見なので私は、関西さんと橋本のコメントを取ってくるのを忘れました。すみません。にらむにあいきましょうか。ここですか。そうですね。私ににらんでどうするの。そっち向いちゃった。大丈夫です。あ、そのままで。すみません。ちょっと顔も向けて。はい、ありがとうございました。じゃあもう少しちょっと発表事があるので、はい、もうしばらくお付き合いください。はい。はい、出て。はい、放送事故になりかけましたね。それではですね、来年の、あ、とりあえずもう一度あのカードの方を発表させてください。10月10日、月曜祝日11時15分会場の12時開始です。東京後楽園ホール、プロレスリングウェーブオクトーバーショック、まずは、アデヤカウェーブ20分一本勝負、大川由美大畑美咲組対夏すみれ長濱ひろえ、これは夏すみれの3周デビュー3周年長濱ひろえの2周年を歌ってませんが、そんな感じの試合です。そして、名前タイトル名募集中、トライアングルカッコカリウェーブ30分一本勝負、浜田彩子アスカ対アスカ組対、飯田美香小林加穂組対下野沢子フェアリー日本橋組対白光、藤ヶ崎矢子組です。こちらの方がですね、リング上での試合の権利のある選手は2人だけとなるルールです。8選手いますが2人しかリングの中では戦えません。そして、リングの権利のある人がリングの外の地面に足がついた瞬間に権利が移動するっていう、ちょっとややこしいルールなんですけど、それがあの本当のあの中事件の移動のルールらしいので、ちょっと本当にルールにちゃんと堅実に向き合っていこうかなと思いまして、こういうのをしました。乱入はやりましょう。乱入はやっていいんじゃないでしょうか。はい、です。こちらの、タイトル名をなんとかなんちゃらウェーブっていうタイトル名を本当に考えてほしいなと思います。
それ一生使います。そして、デュアルショックウェーブ2016、トーナメント決勝戦、時間無制限一本勝負、これダブルメインイベントの一つです。ダイナマイト関西山下里奈組対、水波亮橋本千尋組、はい、こちらは秋のタッグのトーナメントの決勝戦ですので、私的に、山下対橋本千尋の対決が非常に楽しみです。初対決です。若手の中でもこう注目されている人たちの中の2人ではないかなと思うので、皆さん本当にこれはちょっと見に来た方がいいと思います。はい、そして、ハッピーバースデーウェーブ32、32分一本勝負、春日萌香木月葵組対宮崎由紀木村京子、レジーナディウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権30分一本勝負、チャンピオン山形優対、挑戦者小宮山香織、チャンピオンは4度目の防衛戦です。はい、先ほども言いましたが、これに小宮山香織勝たないと若干ウェーブが遠のいていくような気がします。頑張ってください。バースウェーブ、ウェーブ初の男子部第1号後藤圭介デビュー戦15分一本勝負、後藤圭介 VS、日高郁人、はいです。全6試合、試合順は当日発表ですが、ダブルメインイベントでデュアルショックウェーブのタッグトーナメントの決勝戦と、レジーナディウェーブの、タイトルマッチ、これがこちらがダブルメインとなります。はい、チケットの方は、まだ少し残っております。SSRS が8000円、 SRS 席が7000円、スーパーシートが6000円、RS 席が5000円、指定席 A が4000円、指定席 B が3000円、当日各500円アップです。はい、後藤選手にもいろいろ聞きたかったら、私が呼ぶの忘れまして、後藤は、5日のザブーン定例放送、6日のザブーン定例放送の時に、初ですね、初めてニコプロさんに出演させていただきますので、その時に皆さんいろいろ聞いていただけたらと思います。はい、かなりぽっちゃりしてたんですけど、結構体を絞りまして、太りすぎの人がよくありがちな皮がたるんでいるという今ちょっとどつぼりはまっておりますが、はい、丸坊主で頑張ってます。応援してあげてください。そして、あと2017年度の後楽園ホール、決定分の後楽園ホールの大会の日程をちょっとざっくりと言わせてください。2017年度が、2月11日、5月3日、6月の4日、7月の2日、こちらがすべて12時開始です。後楽園ホールです。そして8月12日が大田区体育館。こちら、ウェーブの、10周年記念大会になります。はい。そしてですね、休む間もなく、9月17日、10月の9日、11月の26日、12月の29日と、年間1、2、3、4、5、6、7、8回もやってしまいます。後楽園ホール大会はすべて12時開始です。大田区体育館の方は、もうそろそろいろんなことが決まってくると思いますので、チケットの発売の方は年明けすぐに、発売したいと思います。もう予約したのですか。大田区はもう予約をしました。はい、後楽園も、いや、もうこれは完璧に取れておりますので、やります。10周年なんでやります。はい、あと北海道も行きます。九州も行きたいです。いろんなところに、10周年も打って出たいと思いますので、皆さんウェーブを応援してください。よろしくお願いいたします。これぐらいですかね。直近で、10月の8日に、水道橋のチャンピオンさんの方で、12月5日、12月18日、12月の5日、12月15日のヤングオーファイナル、12月18日の、新木場大会、と
1月8日の新春ハッピーニューイヤーウェーブ、こちらの4大会のチケットを発売するイベントが、10月の8日8日に、水道橋チャンピオンさんになります。何時からでしたっけ？2時半、2時半から、まあ中途半端な昼下がり、2時半です。14時半から、水道橋チャンピオンで、チケット販売会やりますので、選手は、グッズなどいろいろ持ってくると思います。皆さん久しぶりの波の日イベントなのでぜひご来場ください。よろしくお願いします。本日は、プロレスリングウェーブ10月10日ランチ記者会見、どうもご視聴ありがとうございました。